白鷹は日本海軍の水雷艇。艦名は羽毛が白身を帯びた鷹の総称を意味する。当初、120トン2号水雷艇と仮称し1900年にドイツシーシャウ社で建造、三菱長崎造船所で組み立てられた。フランスノルマン社建造の春との比較の結果、春型水雷艇が量産され、そのため本艇に同型艦はなかった。艦型は 太い一本煙突を持った独特のシルエットを有していた。春光号は竹式洋工部に所属。日露戦争では、旅順攻略戦に参加。日本海海戦には、第16帝隊の司令艇として参加した。1922年11月15日雑駅戦に、編入。1926年1月18日、敗戦。同年4月6日売却された。 日本海軍艦船名簿104ページ。それぞれの値は、フィート、インチをメートルに換算、小数点以下3位を四捨誤入したもの。フィート、インチの値は、戦士総書海軍軍戦備1の不評1から3、大正9年3月長官邸用目当、一覧表その3潜水艦、水雷艇、特務船による。喫水の値は、 日本駆逐艦物語では4フィート9インチ。世界の艦船増艦第47週では1.44メートルとなっている。講使成績は、世界の艦船増艦第47週による。世界の艦船増艦第47週による。戦士総書会軍軍戦備1の浮標1から3、によると24.61トン。連合艦隊軍艦命名で p 4 9 1 世界の感染増感第47週 P121 日本駆逐感物語ではおそらくと推測している。ありがとうございます。